皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらは向川女子大学のキャンパスなんですけれども、広い部屋です。今ね、学生のみんなと授業を終えたところです。さあ皆さん、今日はね、学生のみんなにも話したんですけれども、笑いましょうね。いろいろありますよね。毎日いろいろあると思うんですけれども、そのいろいろあったことの出来事に対しての受け取り方は人それぞれで、ネガティブに受け取れるかポジティブに受け取れるかは人それぞれだと思うんですが、私はポジティブに受け止めた方が、ね、ハッピーに生きていけるかななんて思っているんですよね。そして笑うね、笑うと皆さん、ナチュラルキラー細胞が活性化されるというふうに言われています。ね、ナチュラルキラー細胞というのはですね、がんの細胞もやっつけてくれる細胞なんですよね。私たちは健康な体であっても1日5000万個ぐらいがん細胞ができると言われています。そしてでもね、元気でいれば、体も心も元気でいれば、そのね、できたがん細胞を破壊することができるんですね。で、それでその笑うとですね、破壊してくれる役目を、担ってくれているナチュラルキラー細胞が活性化されるんですね。そしてセロトニンといって、体や心を元気にしてくれるホルモンも活性化されるんですね。なんていうことをね、今日も学生のみんなに話してたんですけれども、ね、年始早々いろんなアクシデントがありましたよね。地震とか、まあ、航空機の事故とかですね。でもね、いろいろあると思うんですけれども、笑えないような心境の時かもしれないけれども、でも笑うんですよ。笑えない時でも、笑い作り側でもいいから、笑っていると笑うような、体の状態状態になってくるらしいんですね。ホルモンレベルなので、皆さんね、どうか笑いましょう。なかなか笑えないという時はですね、私のように変わったおもろいキャラの私のこの動画を活用していただくといいかなと思います。はい、ということでですね、今日はちょっと片手でこう持ちながらなんですけども、こういう風に、肩甲骨を動かしながら骨盤をブル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 としていただくのはおすすめですよ。そしてね、あーってね、動きながら声出すとすごく脳にもとってもいい効果があるんですね。はい、ということでちょっと起きますけれども、ブルブルシェイプしながらね、行きましょう。はい、こんな感じで一緒に行きましょう。はい、あー、はい、あー、一緒に、あー、はい、ブルブル、あー、はい、そしてグッグッと肩甲骨を動かします。肩を回します。そしてはっ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 、回しましょう。ブラブラブラ、はっはっ。ということで、今日は短時間の動きでありましたが、ブルブルシェイプで声を出しながら、しかも笑顔で、ね、動いていただくと、元気細胞活性化ということで皆さんにお伝えしたくなりました。はい、まだまだ寒さが長く続きますけれども、ね、ちょっとずつ春にも近づいていくと思います。立春ね、もうちょっとです。はい、ということで皆さん、今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日たまたまですね、この動画を見ていただいた方は、私のプロフィールに関してはですね、概要欄に載せておりますので、またよかったらご覧ください。はい、ということで今日は最後までありがとうございました。またね、大谷でした。チャンネル登録、グッドいいねボタン、よろしくお願いします。